回いただくクイズコーナー、ハコちゃんに叱られる。見事正解されると賞金1万円を差し上げます。お答えいただく方はメールをくださった方の中から抽選で選ばれた幸運な方お一人です。まずは電話をかけます。公開コールに入れてください。1回2回。もしもし。はい、あこちゃんです。あ、こんにちは。こんにちは。千葉県八街市ですか。はい、八街市のラジオネームそばかすママさん。はい、こんにちは。こんにちは。チャンスですよ。はい、よく問題聞いてください。はい、それでは問題です。来週2月3日のスペシャル放送のため、あこちゃんに叱られるのコーナーがお休みですから、絶対に当ててください。はい、うん、ウルトラサービス問題です。はい、来週はゲストにあこさんも大好きで思わずほっこりするご夫婦が来てくださいますが、はい、そのご夫婦奥様は北斗晶さんですが、はい、ずばりご主人は誰でしょう。1番、はい、大魔神佐々木和弘さん。はい、2番千葉ロッテマリーンズ佐々木朗希さん。はい、3番俳優佐々木蔵之介さん。はい、4番共済家佐々木健介さん。はい、4択です。さあ、そばかすママさん、はい、今の問題の答えは何番。4番です。正解です。ありがとうございます。これ、ありがとうございます。これアホでもわかりますよ。これアホでも分かるって大阪はよく使うんだけど、これ失礼にあったのかなって思って。誰でも分かるでしょう。分かりました。はい、やっぱりそうですよね。今のクイズだけ聞いてても分かるよ。確かに、まあ、サービス問題です。はいはい、でもなんか先ほど青森の方が、青森の方が岩手の宮古へドライブしてるっておっしゃって、なんか、はい、運転に気をつけて楽しんでくださいって書いてあった。はい、本当ですね。お母様がなんかこの番組のファンだった。そうなんです。よく聞いてましたね。ありがとうございます。はい、でお母様は今その宮古にお住まいなんですか。あ、そうなんです。宮古市に。はい、なんかじゃあ代々聞いていただいて。そうですね。そうですね。はい、私も清水にいた頃からよく聞いてましたので。そうですか。はい、いやいや、まだまだもう天候がね、寒いまんまですから。はい、はい、もうじき三寒四温ですからね。はい、春はもうすぐです。はい、はい、はい、おめでとうございました。お大事にしてくださいね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。おめでとうございました。はい、ということでクイズあこちゃんに叱られるでした。はい、たかしー。